はい、皆さんこんにちは。というか、こんばんはですね。浜田です。昨日ですね、倉敷市役所におきまして、岡山県議選に向けてですね、報道各社の方から写真撮影とインタビューをしていただいたということをお話ししました。でですね、その翌日の本日、山陽新聞がですね、記事にしてくれました。2月19日の山陽新聞です。地元岡山の山陽新聞。まあそうですね、地元紙では一番もうメジャーと言っていいかなと思う、山陽新聞さんですね。普段はインターネット上で記事をね、それなりに目を通させていただいているんですけれど、まあ今回は取材して記事にしていただいたということで、岡山市のコンビニエンスストアでこちらを買わせていただきました。で、記事になってるのはですね、この26ページの全県版というところです。ちょっと見えますかね、全県版というところ。まあこの山陽新聞ってその一部ですね、地域ごとに記事が違っているところがありましてですね、これは岡山市で買ったので岡山市民版とあるわけなんですが、まあそれをね、倉敷市で買えば確か倉敷総社版とかね、そういうところになってましたけど、今回記事が載ったのは全県版ということです。このような記事になりますが、見えますかね。はい、こうです。はい、浜田山本氏が、県議選出馬表明です。はい、というわけで、まあ山陽新聞さんの方がまあ記事にしていただきました。せっかくなんでね、自分のところを読んでいきますと、浜田氏は担い手不足の地方議会を盛り上げるとともに NHK の受信料のありがたを問いたいと述べたと書いておりますので、まあ、私がですねインタビューの中で答えたことをよくまとめていただいた記事だなと思いますね。私の、まあ、立候補するね、いきさつなんかはちょっと別の動画でもう改めて作ろうかなと思いますけれど、とにかく地方議会ですね、もうちょっとね、皆さんには地方議会にはですね、もっと関心を持ってもらうというか、むしろね、自分がもう立候補するぐらいの意識を高めたらいいんじゃないかなと個人的には思ってるので、まあそれをね、推し進めていこうとは思っています。それが担い手不足の地方議会を盛り上げるということです。で、まあ NHK の受信料に関しては、まあ、NHK から国民を守ると公認として出ますので、当然そこは訴えていくつもりではありますので、まあ、当然の話です。まあというわけで、今回はですね、山陽新聞に記事として載せていただいたということを紹介させてもらいました。山陽新聞の方どうもありがとうございました。そして、視聴者の方も最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。